ウェブページが表示されている状態です。画面上で右クリックします。ページツールをクリックします。デスクトップで表示するをクリックしてください。デスクトップ画面に切り替わり、デスクトップ版のインターネットエクスプローラーでウェブページが表示されました。 このように、表示していた Web ページを簡単にディスクトップ版のインターネットエクスプローラーで開くことが可能です。